はい、こんにちは、さかなえです。この iPhone に入っている SIM、フリーテルの SIM なんですけども、ビッグローブに変える、その2をやります。今日はですね、ビッグローブ SIM の契約。フリーテルの SIM からビッグローブ SIM へという形で今日2回目なんですけども、なんといってもビッグローブ SIM はですね、エンタメフリーオプションというのがあります。それがですね、何かというと、YouTube ですね、あと Google Play Music、Apple Music、Apple TV、あと Spotify、ABBA、あとラジコ、あと Amazon Music ですね、あと Unext、この9つですね、の動画とか、あと音楽がですね、通信料かからないんですね。いくら見ても通信料にカウントせられないサービスです。それがですね、月額480円なんですけども、それで使えるので、今回それに変えるんですけども、今日2回目としてですね、まず1回目に今入っているこのフリーテルの SIM ですね、を解約するために、MNP のですね、予約番号というのは、今この iPhone に入っている電話番号はフリーテルの SIM の方に紐づいているわけですね。それを今度新しくですね、変えるビッグローブの方の SIM に入れ替えるというか紐付けるというか、それをしなくちゃいけないので、そのためにですね、フリテルの方にですね NP ですねの予約番号を発行してくださいという形で、今日の朝頼みました。今日のお昼12時11分ですねにはもう予約番号が発行されてきましたので、今日夜今10時頃なんですけども、ビッグローブの方の SIM のですね契約をしたいと思います。ちょっともう一度ですね、ビッグローブのサイトを見ます。ビッグローブの方のサイトのここにですね、ご利用までの流れっていうのがあります。これを見ますとですね、 MNP のですね予約番号ですね、もう一つですね、ここにですね書いてある本人確認書類データというものです。これはですね、どんなものかというと、運転免許証とかですね、健康保険証とかですね、特別住所証明書とか、パスポート、あと外国人登録証明書とか、住民基本台帳カードとか、在留カードとかいろいろあります。運転免許証とか、あとは健康保険証ですね、ここら辺が一般的なものだと思います。これはですね、デジタル書類といって、これを写真に撮ってですね、向こうにアップロードするような感じです。で、私はですね、この、YouTube にアップロードしてあるんですけど、このスナップライトですね、これはスキャナーが取れるですね、ライトなんですね。ここに iPhone を乗っけて、それでですね、カメラで撮影すると、スキャナーが取れるライトなんですけども、これを使ってですね、その写真が撮る予定です。あと一つですね、事前に調べておきたいのが、この中に入っているですね、この iPhone、もしくは借りようとしていらっしゃる方のスマホですね、の中にこの SIM カードが入ってますよね。その SIM カードの形状を事前に調べておいてください。これは何かというと、ウェブでですね、iPhone の SIM の形状とか、入れればすぐ出てくると思う。そうするとですね、こんな形でですね、これ Apple のサイトですね。これ iPhone や iPad に使われている SIM カードのサイズを調べるというのがありますので、ここでですね、ナノ SIM ですと iPhone7、7 Plus とか iPad、あと SE とかですね書いてあります。それでマイクロ SIM というのがあって、それだとね 4S とかですね、それ iPhone の 3G 一番最初のやつですかね、それだと SIM カード、こんな形でですねありますので、これも事前で調べておいてください。あとはですね、事前に用意しておくものとしては、ちょっと契約で今やっていかないと分かんないんですけども、カードを使うのか、カードでですね、決済するのか、通帳で決済するのか分かりませんが、カードとかですね、通帳は手元にですね、用意しておいた方が、打ち込みというか契約がですね、スムーズに、打ち込みができると思います。ではですね、申し込み、では SIM の申し込みをしたいと思います。サファリを開いてですね、ここで、ビッグローブ。開きます。ここのですね、格安 SIM、格安スマホをタップしてですね、一番下のオレンジですかね、申し込みをタップします。ですね、SIM のプランを選ぶをタップします。それですね、ここでまずプランの選択ですね、音声通話。ここがですね、他社からの乗り換え、MNP。プランがですね、ここが3ギガ。あ、こ
てありますね。1万2000キャッシュバック。やった、3ギガ。それでですね、カードのサイズ。これがですね、先ほどここに3つ出てきますので、事前に調べておく必要がありました。これはナノSIMですね。それで保証サービスがつけない。これは私の場合ですね、この iPhone 自体に、iPhone の Apple Care を入れてありますので、こちらはいりません。それで電話無料、3分間かけ放題とか、これも使わないです。これ3分間かけ放題だったら話はちょっと変わっちゃうんですけども、LINE アウトフリーでしたっけ、あれで使えますからね、これは使わない、つけません。あと留守番電話、これは私はつけなくちゃなのでつけます。あとここですね、エンタメフリーオプション、これはつけます。あとオプションはいらないので、セキュリティもいらないと、お助けサービスもいらないと。そうすると一番下にこれ出てきてるんですけども、初期費用、これ事務手数料ですね、いわゆるそれがかかりますので、これ3394円、あと SIM 自体の月額のですね、料金2370円で済むという形になります。それでですね、次がですね、この次へしたら、サポートオプションの申し込みをご検討ください。サポートオプションはいりません。これ進む。ご登録情報の入力へいきます。これはビッグローブ SIM なので新規の方に、いきます。その前にですね、ここですね、事前に準備していただくもの、これですね、先ほど写真を撮ったものですね。あと、MNP の予約番号ですね。これ有効期限が12日以上残っているものという形で、今ですね、フリーテルから来ている有効期限が9月20日です。で、今が9月今日6日です。ですから14日あるので大丈夫ですね。支払えばクレジットカードですね。大丈夫かな。それでこれでですね、ビッグローブ新規申し込みの方の方に行きます。なんかドキドキしますね、これね。そしたら、ここですね、これがナノSIMでですね、音声通話SIM OK ですね。で、適用されるここで特典が出てます。キャッシュバック特典1万2000円ですね。あと G ポイント特典3000円やったという感じですけども、月額料金、これね、ここに詳しく書いてあります。2370円、ベーシックコースなんかこれ200円かかるんですね。あと3ギガプランなので1400円、あ、これで1600円ってことなんですね。ベーシックが200円で、3ギガのところを見ると1600円って書いてあるんですけども、この内訳がこういうふうにあるんですね。あとエンタメフリーオプションと、あと留守電話つけましたので、これ290円、で、合計あとの初期費用はやっぱり事務手数料ですね、の3000円と、SIM カードの準備料っていうのは394円かかるんですね。ビッグローブの会員証とですね、SIM が、最低3日と最低2日で来るみたいです。で、まずですね、ここにですね、自分の電話番号と MNP のですね、発行の番号ですね、これを入れます。これよく確認した方がいいですね、間違いない。あと予約番号ですね、よく確認しましょう。はい、これで OK ですね。そしたら、自分の情報ですね、この SIM のですね、MNP の情報をよく確認します。あと契約者の名前とかですね、藤仮名、生年月日、性別ですね、郵便番号、住所とかよく確認をして、それでこの内容でお申し込みをします。いきましょう。でまずですね、今メールアドレスが来たんですけども、このあとまだ続きがあるみたいですね。それで手続きを完了させるために本人確認用のですね、ものをやります。で、もう、書類も作ってありますので、これでアップロードを行います。パスワードとかですね、 ID がもうここでビッグローブのものに来てますので、これはとりあえず一回写真を撮って、それでここでですね、本人書類の、アップロードですね、本人確認用書類のアップロード、免許証は、運転免許証はですね、裏の写真も必要だったので今撮りました。これでですね、契約ができたと思います。結構ね、時間かかりましてね、事前にね、用意しておいたんですけども、ちょっと写真がね、トラブったのでこんな感じなんですけども、
これで2日3日するとですね、ビッグローブの方から支部が送られてくると、また設定の方はですね、詳しく、YouTube にアップしますので、ぜひですねご覧ください。ぜひですね、このいいねボタンとですね、チャンネル登録をお願いいたします。それでまた。もう10時半、まだご飯食べてないの、お腹すいちゃった。